はい、それでは続いて、ライズボールの握りを教えてもらいたいと思います。はい、もともとライズの浮かないピッチャーなのでいろいろやってみましたけど、こう指を立てるというボールはですね、浮くときは浮くんですけど、やっぱり握り方が上手でないので、まあ、あからさまにライズって分かるっていうことがあるので、私の場合はドロップがこれだとするとそのままこっちに変えるだけです。で、こうひねってくる。はい、そしたら握りはほとんど一緒で、縫い目も縫い目がドロップからちょっと位置が違うということで、逆に移動するだけ、ちょっと位置が違うというだけですね。はい、親指はどうですか。親指も一緒で、このこうひねりやすいようにちょっと親指を鍵型に曲げていると。ああ、けどこれは結構抜けます。はい、ああ、しっかり前まで持っていかないと抜けちゃうということですか。はい、はいはいはい、それでは投げていただきましょう。はい、はい、それではライズボールを投げてもらいたいと思います。お願いします。ああ、スーッと浮いてますね。はい、今は随分リリースが前になりましたが、前方向まで持っていくとああやって浮いたボールになってきます。はい、ああやってすっぽ抜けるとやっぱり、ボールは浮かないし、全然方向は違う方向に行きました。はい、いいボールですね。もっともっと腕力が必要になってきます。ライズボールはひねり上げなければなりませんので、腕力で投げていきます。しっかり指でボールを押さえて前方向まで前腕の力を使って持ってきます。体が十分回ってませんので、どうしても右バッターのインコース方向にボールが流れていますので、しっかり体を回して前まで持ってきます。そうするとああいう上のボールになります。で、調整をしていきますね。方向と高さ、ああいいボールですね。ナイスボールです。キャッチャーの線にしっかり投げていく。はい、ナイスボールですね。キャッチャーの縦の線に向かって腕を振って上に跳ね上げていく。いいですね。はい、少し入っていきましたが、ボールの回転、球道自体はいいですね。はい、ナイスボールです。はい、それでは横から見てみましょう。はい、見てお分かりの通り、さっきのドロップとは状態の位置が違います。ちょっと下からすくうような感じで、状態が、まあ、あんまりうつむいてはいません、のけぞってもいませんが、だいたい地面に垂直のところでリリースをしています。下から上に投げるイメージがありますね。もともと低い位置から一歩で投げるピッチャーでしたので、心当たりはしっかりと体重移動、腰の使い方のできるピッチャーです。非常にスムーズに腰が回って、腕振りがきれいに抜けているのが分かると思います。で、イメージとして下から上にひねるというイメージで投げています。実際に高速度カメラで見てみると、実はボールの下に指が入ってひねり上げるのではなく、ひねり落とすというか、指先は下向いていきながらボールは逆回転をするという動きをしていますので、実際にはひねり上げることはできていないんですが、途中まではひねるというイメージを強く持っています。
はい、非常にあのスムーズな、ライズボールの方がスムーズな動き、ドロップはちょっと上から抑え込んでますので力が、入っているイメージがありますが、ライズボールは非常にスムーズに腰の入れ替え、腕振りができています。はい、それではライズボールを正面から見てみたいと思います。はい、いいボールですね。真ん中ぐらいからスッと浮いてきてますね。はい、結構前の方で弾きましたので、ずいぶん上に行きました。はい、結構下から上に跳ね上げています。いいボールがいってますね。はい、いいボールです。はい、真ん中にスーッと来たので、ああいうボールはちょっと危険なんですが、しっかりと体を切って最後まで指先で弾く、はい、ああいうふうに上がってくるとなかなか捉えにくいですね。はい、腕力で持ってこれなくなるとすっぽ抜けてしまいます。本人、まあ、疲れたと言ってますが、だいたいピッチャーが3球から4球ぐらい連続して投げるとやっぱり疲れてきます。ピッチングの間のインターバル、まあ、20秒ルールがありますが、それを上手に使って休まないといいボールが投げれなくなります。はい、今のは真ん中近辺ですが力がありましたね。深呼吸をして